アレクサンダー・ペインは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家。ネブラスカ州オマハ出身。アカデミー脚色賞最多受賞者の一人。アカデミー賞に3部門で7回ノミネートされている。1961年に、オマハでギリシャ系の両親のもと、3人兄弟の末っ子として生まれる。ダンディー・ハッピー・ホロー歴史地区で育ち、近所には、ウォーレン・バフェットがいた。 幼い頃から映画撮影に興味を示し、14歳の時には 8mm カメラの扱いに慣れていた。クレイトンプレップスクールでは学内新聞のコラムを書き、卒業アルバムの編集員を務めた。スタンフォード大学ではスペイン語と歴史を二重専攻し、学位のためスペインとコロンビアに滞在。1990年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校。 フィルムスクールで芸術修士を収めた。ロサンゼルスでルームメイトになったジム・テイラーとタッグを組み脚本を執筆。テイラーとは時に2つのキーボードを1つのモニターに接続して共同執筆していた。2004年のサイドウェイでアカデミー脚色賞をテイラーと共同受賞。同映画に出ていた女優サンドラオート2003年に 結婚したが2005年に別居状態であることが明らかになり、翌年離婚した。2011年のファミリーツリーで2度目のアカデミー脚色賞を受賞した。2012年にはカンヌ国際映画祭の審査員に選ばれ、翌年にはネブラスカ2つの心をつなぐ旅がパルムドールにノミネートされ、主演のブルース・ダーンが男優賞を受賞した。アメリカ社会の家族、 夫婦関係をテーマにし、風刺やブラックユーモアを混ぜる作風が特徴。1970年代の映画やサイレントコメディに影響を受け、リアルな描写を重視し、脇役には本職の教師や警官など非俳優を使うこともある。美術館やラシュモアさんなど有名な観光名所を毎作取り入れ、電話モノローグを象徴的に使うことでも知られる。ありがとうございます。